マーレーと俺はポジションに向かっている。でも本当にやれるのか？エンジニアじゃなくたってブリッジの一つぐらい吹き飛ばせるですよ。まず下部の金具に電荷をかけるです。構造が不安定になったところで上部の固定リングが外れるはずです。そこで上部の金具部分を爆破すれば全て壊れるって仕掛けですよ。気をつけてくれよ。お前さんが潰れちゃ話にならないからな。ここの前にまずは下の土台部分を爆破しないとダメです。よし、こうすればいいです。おっと、ブリッジが崩れるです。落下物に注意するですよ。あと2つです。あと1つです。下はこれで終わり。残るは上の柱です。何？ブリッジが破壊されただと？みんな集めて確かめてきやがれ。マレー、位置についたか？チェック。ベントレーのアイディアがうまくいったな。次は俺がカルマリータとダンス、そっちはお得意のパワーリフティングを頼む。ミス・フォックス、約束のダンスを。あら、遅かったわね。ジャストタイミングですね。あなた、インターポール？仕事ではいつも会いますよ。ねえ、あなた、お名前は？やめといた方がいいぜ。え？どういうこと？ウィング、クロックベルクウィングが。え？何？一体まさかクーパー。私が RC ヘリで援護します。ガードは私に任せて、戻ることだけ考えて。面白いだよ。緊張するな。ベントリー。もう少しだ。もう少しでお家だよ。逃げろ。俺たちがクロックベルクウィングを盗んだ後、カルマリータが正体を明かし、あちこちで大砲撃を始めた。名声が地に落ちたラジャンだったが、パーティーからは逃げ出せたようだ。噂ではジャングルに隠れているらしい。俺たちは束の間の休息を得るためボリーウッドに向かった。苦労はあったものの、マーレーをミュージカルの舞台にこっそり上げることにも成功した。仲間との休息は嬉しかったが、ラジャンはまだ生きている。それに俺は嫌な予感がしていた。